皆さんこんにちは、アイリです。今日はですね、我が家の洗面所を紹介しようかなと思います。とは言ってもですね、そんなに我が家はお人にお見せできるような洗面所じゃなくて、洗面所って言います？洗面所であってるからもっとおしゃれな言い方がある気がするんですけど、我が家の洗面所はそれほど広くないし、あとなんかこれすごいアイデアだねって思うようななんか細工もないし、細工はする必要ないんですけど、なんか片付け術みたいなものもないし、紹介するほどでもない洗面所なんですけれども、我が家とね同じような洗面所のサイズの方に少しでも参考になったら嬉しいなと思って動画を撮りたいと思います。はい、なのでよかったらご覧ください。それではスタート。では今から洗面所に行きましょう。はい、こちらが洗面所でございます。はい、では中に入りたいと思います。こんな感じです。上に棚があるんですよ。この棚が私引っ越してきた時にどう使っていいかわからなくて、ちょっとモアイをいっぱい置いてるんですけど、ではこちらの一番右の鏡開けます。結構さっぱりしてますね。上の棚にはこれもそんな、なんだろう逆にトーンでマスカラを買った時にいただいたフレグランスボディミスト、あとシーソーの携帯用のヘアトリートメントと、Dプログラムの何かを買った時についてきたクレンジング、細々したものを一番上に置いてあります。私もちょっと忘れてた、これ置いてあることで、次の2番目ですね。これは前に動画で紹介したことがある6プラスの洗顔器ですね。これをお風呂場に持って行って洗顔したりします。でヘアケア系ですね。もう何度も紹介しちゃってるダイアンのパーフェクトミストだったりとか、これは視聴者様からいただいたんですよ、イベントの時に。みやびなナイトマージオイル、そう、これお気に入りのヘアトリートメントをいただきました。ありがとうございます。そう、このオイルとあとクリームもいただいて、香りがね和の香りで素敵な香りなので気に入って使ってます。であとはこれはもうだいぶ前ですね、これもだいぶ前なんですけど、昔フェリーゼとはこのスキンケアを使っていたことがあって、その時にノベルティだったかな、なんかセットに入っていたものだと思います。これはお風呂上がりにちゃちゃっと塗ったりしてます。でこの下は日焼け止めですね。ポンプ式の日焼け止めと、あと脇のものです。脇のエチケット。はい、こんな感じで、この中には私が主に使うもの、収納場所になってます。はい、では次は真ん中を開けます。こんな感じ。まずここですね。ここは洗顔が入ってます。なんかこれは今お世話になっているエステで何か買った時についていた洗顔で、これでねこう混ぜて泡洗顔ができるというセットですね。これをここに入れてあります。でここは今開けてあります。たまに物が増えたりしたらここに入れたりはするんですけど、今は何も入ってないですね。でここはヘアクリップだったりとか、もう本当にパッと止めたい時に使うものが入ってます。あとはこういうなんていうんですかね、これちょっと髪の毛留める時のものが入ってます。でここはこれはディオールのプレステージルゴマージュという洗顔なんですけど、これはゴマージュ的な感じで、まあ名前通りなんですけど、毎日は使わないんですけど、1週間に1回ぐらいかな、ひどいと2週間に1回ぐらいにで使っています。そうだから全然なくならないんですけど、でこれが皆さんもご存知、私のホワイトニングの時に使っている歯型です、私の。そう、これはちょっとそっと置いときましょうね。で、ちょっと上行きましょうかね。ここもなんかもうほとんど私のばっかりなんですけど、まつげ美容液だったりとか、あと前ヘアメイクさんに教えてもらったシャネルのイドゥラビューティーナイトマスク。これをスキンケアの一番最後にのせるとすごくいいですよって聞いて、これをちょっと前に購入したりとか、あと、危ない。あと、エスティローダーのアドバンスナイトリペア。これは星の子ちゃんが誕生日の時にくれたものです。あとは、コスメデコルテの AQ のミリオリティリペアクレンジング。ご褒美クレンジングって私が言っていて、これも1週間に1回とか、そんな感じで使ってるんですけど、普段はカバーマークのミルククレンジを使ってるんですけど、時々これを使ってます。あとは、デュオのクレンジングバームですね。これも、クレンジングとか洗顔がめんどくさいなって思った時に、ダブル洗顔できるので使ったりしてます。で、その下ですね。これはコクーンのヒゲ剃りが入ってます。ここ、もうコクーンセットここだけなんですけど、
ここはコクーン の, あの化粧水だったりとか、あとコクーン の, この脇のエチケットだったりとか、あの鼻毛カッターが入ってます鼻毛カッター入ってますね、ここに。はい、なんで笑ったんだ私。で、一番下はアトピアですね。泡で出る洗顔料で、朝はもう主にこればっかり使ってます。あとはあの炭酸スプレーだったりとか、これは前の髪の毛のヘアケアでも紹介したヘアケアセットだったり、あとここにすっごく大きいアユラの入浴剤入れていて、お風呂に入るときにパッとね、ここから取り出せて入れられるので、ここに今置いています。そう、でもね、これね、すごく大きいの買いすぎちゃって、もうメモリが半端ない。このメモリの細かさ、もう細かすぎません。これ1回分なんですよね、この一メモリが。だいたい最近コツを、このぐらいの時からコツをつかんで、あのちょっと強めに3プッシュすると一メモリぐらい使えるので、最近はちゃんと一メモリずつぐらいに使えてるんですけど、最初はでも恐る恐る。で、最後はこれですね。これも視聴者様からいただきました、ありがとうございます。佐賀沢かな、佐賀沢の湯ですかね。温泉の源泉 100% 化粧水なんですけど、これもね、あの前にいただいてもったいないなと思って、なかなか使えてなかったもので、最近はお風呂上がりにシューとかけて使ってます。すごく気持ちいい。あの霧のようなすごく細かいミストが出るので、すごくね、気持ちがいいです。ありがとうございます。あとですね、この細工ですね、私のもう苦肉の策で作ったんですけど、これあのいつも私が使ってる前髪トメールですね。これですね、100均のマジックテープが貼ってあるんですよ、ここに。で、普段私がメイクの時に使っている前髪トメールをこうやってここにピタッとくっつけてます。そう、コクーンも使うので、コクーンもね、ここから取り出して使ってるみたいです。そう、あれ、私もう一個一番大きいのどこにあったかな、ちょっとどこにあったか忘れちゃったんですけど、ここにもう一個いつもの四角いのを貼ってます。はい、こんな感じで、もう苦肉の策なんですけど、私的にはもうナイスアイデア、そう、ナイスアイデアだなと思って、ここにはい使ってます。では、こちら側です。こちら側はこんな感じで歯磨きセット的なものが入っています。で、一番上ですね、一番上ティッシュなんですけど、これもね、私のこの苦肉の策アイデア、苦肉の策アイデアっておかしいですね。100均のフックをここにつけて、ティッシュの箱が落ちないようにしてあります。ここに板があって、ティッシュがね、落ちないようになってる洗面所もたくさんあると思うんですけど、我が家にはね、そういったものがないので、でもティッシュをここに置きたい、そう、ティッシュをこう引き出したい、こうやって引き出したい、どうしようかなって考えたのがこのフックでしたね。そう、このフックは私もういくつか失敗してます。何個か買ってやっとこれに行き着いた感じなんですけど、大きすぎても良くないし、小さすぎてもティッシュが出ちゃうので、これがもうちょうどいい、もうちょうどいいんです。これが、そう、このフックをつけておくとティッシュが倒れてこないっていうね、そう、アイデアで。下が無印良品でこの前紹介した糸ようじが入ってて、あとクリアクリーンですね、あとホワイトニングの液が置いてあります。で、下が歯ブラシですね。これはあの前に視聴者様から教えていただいて、あの私の歯が弱いのをね、あの知ってくださった方が、これすごくいいですよって教えていただいて、すぐ頼みました。アッパーガードリナメル、これがね、すごく歯にあの歯が強くなる歯磨き粉だということで、あの今コクンと一緒に使ってます。で、この歯ブラシは2つとも歯医者で購入した歯ブラシで、これ私なんですけど、別にこれがこの色が良かったわけじゃないんですけど、つい最近歯医者で歯のクリーニングに行った時に、これを使って洗い方を説明してくださって、そのままお持ち帰りしてくださいということで持って帰ってきたので、今これをそのまま使ってます。はい、では洗面所の下の収納を見ていきたいと思います。収納のここにタオルかけちゃってますもんね。タオルをかける場所がこの右側のここの壁にないんですよね。で、どこにあるかというと、この洗面所のここなんですよ。ここにタオル掛けがあって、ちょっと洗面所から遠いなと思って、ここにかけてずっと使ってます。はい、ということで、この中を今から見ていきたいと思います。こちら両開きになっています。なんかこんな感じですね。まあ、決して綺麗じゃないと思うんですよね。なんかもうちょっと改善の余地があるかなと思いながらこのまま使ってるんですけど、この前紹介した無印のこの6段ケースと3段ケースと、あとこのファイルボックス
ストを使ってます。で上がですね、これは100均ですね。100均でこの中は100均で突っ張り棒で棚を作ってるんですけど、でこの白いケースの中はの前に中宗亜美ちゃんからバレンタインデーのプレゼントで届いたスクラブが入っています。これだけですね。でここは新聞紙が入っていて前髪を切る時とかに使ってます。あとこっちもホットカーラーが入ってます。無印のケースに入れてあります。でこの3段は前に無印良品 の、 あのおすすめで紹介してるんですけど、こうやってね糸用紙が入ってたりしますね。あとあの歯ブラシセットだったりとか旅行用のシャンプーとかが入ってます。でこの6段はハサミですね。前髪切ったりするハサミとかで、ここがあなんかもう怖い。私も何が入ってるかちょっと、分かってなくて、ちょっと怖いです。開けてくの。変なもん出てきたらごめんなさい。これは、ヘアゴムとか、ヘアピンとか、あと、コクンのはヘアワックスとか。これは、ウムの社長の鎌田さんからいただいた、すごくいい香りがする石鹸です。これは、ヘアブラシの髪の毛を取るアイテムですね。あ、いい香り。すごくいい香りがする。次は、あ、歯間ブラシとか、持ち歩き用の1本分の糸用紙。あ、これ私の、髪剃り系です。はい、髪剃り系。ブラウンの、なんて言うんでしたっけ、なんて言うんでしたっけ、これ。私の髪剃り。カミソリ、なんて言うんですか、電動カミソリみたいな。一番下が、あ、これ私の、歯型です。この歯型で、あとこれは前に無印良品で購入した歯ブラシ立てなんですけど、この前、100均で、珪藻土のこういう歯ブラシ立てを買ったので、まあ、正直ね、これもいらないかなと思うんだけど、何かに使えそうな気がして、取ってあります。であとはここはヘアセット系のストックがここに入れてあって、ここはスキンケア系のストックを入れてあります。でここはこっちだけ2段にしてあるんですけど、こんな感じでヘアバンドとかが入っていたり、これは100均で購入したんですけど、こういう服ボディシートっていうんですかね、ビオレのこれが入っています。そう、なん か途中でちょっと出かけた時にどうしても欲しくて買った1枚使ったっていうのが3つある感じですねなんかもう途中ので、ここは電動歯ブラシとかのセットが入れてあります。でこの隣はヘアブラシとか、とこちら側にシートマスクですね。とこれ視聴者様からいただきました、本当にありがとうございます。でここはダイソーの、最近動画でも紹介したんですけど、こういう洗面所のゴミ入れっていうんですかね。あ、こっちじゃない、こっち、あ、こっちか。あ、ちょっともう手がカッサカサで開けない、これ。片手だからあれなんですよ。あ、開いた開いた。こんな感じでゴミ入れですね。自立するゴミ入れをここに置いてます。で、この下が、これもうぐっちゃぐちゃなんですよね、ここ。ぐっちゃぐちゃで申し訳ないんですけど、ここもヘアケアセットですね。ヘアオイルだったりとか、これも視聴者様からいただいたトリートメントだったりとか、あとは、くるくるドライヤーとかコテとかがぐちゃって入ってる、ここに。どうにかしたい、ここ。そう、ここ本当に綺麗にしたい。そう、ぐちゃって入ってますね。はい。で、この棚の上に置いてあるモアイは、今日ね、紹介してしまうとすごく長くなってしまうので、また別の動画で紹介したいなと思います。はい、こんな感じで今、洗面所の収納を紹介したんですけど、こちら側ですね。こちら側はもうそんなちゃんとしてるわけではないんですけど、さらっと紹介していこうかなと思います。まずはここの上ですね。ここに100均の突っ張り棒2本。最初は1つだったんですよね。で、何か別のところに使おうと思ってもう1本買ってきたんですけど、使うところがなくて2本置いてあるっていう状態です。で、今洗濯しちゃってるからないんですけど、このポールにハンガーをかけていて、これは100均の入れ物なんですけど、この中に洗濯ネットを入れてます。で、こちら側はフラフランの福袋に入っていたサシが吊り下げてあります。で、この下ですね。下には洗剤類を置いてあります。これは、この前紹介したランドリンの濃縮洗剤だったり、これも洗剤ですね。あと、これが柔軟剤とか、漂白剤とか、あと、おしゃれ着用の洗剤がここに置いてあります。で、この入れ物も楽天で購入して、楽天ルームに載せてあるので、ぜひね、参考にしていただけると嬉しいです。で、この下ですね、これ本当は無印良品のおすすめ10選に入れようかなと思ったぐらい気に入ってるアイテムなんですけど、この3段ケース、すごく狭いところに
置くのにおすすめです。でこれはもうここも洗剤、あの洗濯ネットだったりとか下着用の洗剤だったりとかシミ取り的なものがここに入っていて、でこの2段目には洗剤のコンパクトボールが入った入れ物だったりとか洗濯槽カビキラーだったりとか、あと柔軟剤のストックがここに1個入れてあったりしますね。で一番下があまり必要のないっていうか、本当にたくさん洗った時にハンガーが足りなくなった時にここから取り出す、あの予備ハンガーがここに入れてあります。はい、で体重計があって、ここに洗濯カゴがあって、でここがあのこれユニクロの何かノベルティでもらった袋なんですけど、普通の洗濯とはちょっと一緒に洗濯できないものをここに入れたりしてます。これもそうですね、下着入れたりとかもしてますね。でこれは髪の毛を乾かすタオルとドライヤーです。そうこれ活躍してます。ダイソーで購入したドライヤー入れ、そうここに吊り下げて今使ってます。でちょっともうこれをどう使っていいかが分かんなかった。私このタオル置き場、これがねすごくねなんか使いづらくて、引っ越してきた時からこんな感じでずっと使ってます。でこのこちら側に置いてあるのが、これ緑で購入した収納ケースなんですよね。でちょっとコンパクトで、あのスリムで使いやすそうだなと思って購入したんですけど、あまりしっかり収まらなくて、どうだろう、ちょっとわかるかしら、ちょっと開いちゃってるの。これとかこれがちゃんとこうなんか使ってるうちにちょっともうこれが入らなくなっちゃって、ここがねこうなっちゃったりするから、正直私あんまりこれおすすめではないんですけど、洗面所が狭いけど収納ケースを置きたいっていうサイズ感はすごくいいんですけどね。ちょっと使い勝手っていうとどうかな、どうだろう、50-50、私の思いとしては。そう、あの活躍はしてるんですけど、ちょっとこう難点もありますよっていう感じですかね。でここにはココーンの下着とか私の下着とか入っていて、いろいろ開けると見苦しいので少しだけお見せしちゃうと、ここは私の部屋着ですね、お風呂出た後に着る寝巻きっていうんですかね。でこちら側はユニクロのブラトップ付きキャミっていうんですかね、これが入っています。こんな感じで入っていたりとか、あとこことか、あと100均のタオルがこう入れてあったり、これねちょっとこれ気になりますよね、ここね、ここはIKEAのバスタオルが入っています。こんな感じでギュギュッと、ここが閉まらないの、これなんで閉まらないんだろうな、ここ。はい、ということでこんな感じですね、我が家の洗面所。決して広くはないんですけど、機能的に使えるように頑張ってます。はい、ということで今日は我が家の洗面所を紹介しました。私的にはもうね、あのアイデアが限界なんですけども、もしねこういうのがあったら便利ですよとか、こういうのだったらもっともっと綺麗に整理ができますよっていうのがあったら、ぜひ教えてください。はい、もう限界、もう私の頭ではもうあれが限界ですね。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。少しでも参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。